一石との力、大切に思うところで差別、暴力のない世界を作り、守っていきましょう。私たちは対戦相手、そして審判をリスペクトし、ルールを守り公平にプレイすることを誓います。正々堂々と戦いましょう。
本日、松宮の FC を勝利へと導きましたサポーターの皆様、
帰りました。さあ皆
選手、ご自身、いろいろ苦しい時もあったと思います。今日試合に出て結果を残しました。そのあたりいかがでしょう。苦しい試合が数試合続いて、自分も悔しさも感じたので、こうやってゴールで示すことができて、すごい嬉しいです。さあ、今日もこのホープサントラルに上がる日には、本当に多くのお客さんが、サポーターの皆さんが集まってくれました。声出し応援、そして手拍子の応援、力になったんじゃないですか。いや、すごい声も大きくて、選手の力にすごいなってます。ありがとうございます。さあ、そして季節はアウェーでの福島戦になります。意気込みを聞かせてください。絶対勝って、